はい、ではネズミブログ始めます。今日は平日なんですけど、買い物っていうか、買い出し、生鮮食品を買い出しにちょっと近所のスーパーに行きたいと思います。これもうなんかもうすぐもうちょっとで着くんですけど、なんかスーパーマーケットで買ってるところを頑張って撮りたいんですけど、撮れるか不安なのでここで長回ししてなんか喋るっていう、喋ろうと思ったんですけどなんかあれですね、喋ることがない。車に引かれる。これは向こう側が、向こう側が、たまに来るレベルコーヒーで、もうちょっとでジョー&ザジュースで、そのちょっと先がスーパーマーケット、いつも行く。本当ちょっと便利になって、ちょっと前まではそのスーパーマーケットそこのやつがなかったんで、わざわざバスに乗って行ったりとか、なんか車でドリキンに週末連れてってもらったりとかしてて、めっちゃ不便だったんですけど、ここのスーパーマーケットできてから本当快適になりました。で、なんか買うもの忘れそう、紙に書いとけばよかったな。なんか卵と、ここで言ってもしょうがないか、なんか卵となんだっけな、なんか忘れちゃったな。絶対買い忘れしそう。卵は絶対買わなきゃいけない。卵を買う。卵とケフィアは絶対買う。忘れたらどうしよう。これなんかね、あ、もうこの側面がガスズなんで、スーパーマーケットなんで、もうこっからよし。なんか結構寒いな、コート着ないで来ちゃったから。ギリでももうちょっと遅かったら寒くてちょっと辛かったかも。まだ大丈夫。さあ、ガスズに着きました。で、なんかデザートにいちご買って帰ろうと思います。どれにしようかな。これ裏面見て腐ってないか大丈夫。いちご、これなんか結構甘いかったからこのブランドにしてます。じゃあ次何しよう。これちょっと一回切ります。あとはトマト、思い出した、トマト買います。なんかミニでもなく大でもなく中トマトで、次パイナップル、これのカットされてるパイナップル、これね買います。と、以上じゃないけど、次は、ちょっとヨーグルト製品のところに行きます。じゃない、ちょっと一回止めます。ケフィアの前にこの冷凍食品のクランベリー、これとあとブルーベリーとラズベリー買っときます。で、乳製品、あ、そうだ、牛乳
屋はこのなんかこのミニのこれ買います。あとはケフィア、あ、なんかブルーベリーがなくなってる。じゃあこのプレーン、なんかね種類もいっぱいあるんですよね。ナッツ系、うん、なんだっけ、カシューミルクとか普通のやつとかね。はい、じゃあこれよいしょ。でこっちで卵、なんかちょっと重くなってきたら無理だな、これ一回切ります。卵でちょっと割れてないかね確認しないと怖いんで、 OK そうなんでこれで買います。以上でこんな感じで買ったのでレジに行きたいと思います。じゃあ後で、よいしょよいしょ、これで家に帰ります。もうねあんまり長いするとね余計なお菓子とか買っちゃうから、今日なんかいい感じ、もうなんか撮ってるっていう感じ、撮ってるからなんか早く帰りたいみたいな感じになって、なんか他のものを見なくてよかったです。じゃあこんな感じですかね。なんかところどころ長回ししたかったんですけど、ちょっとところどころ手ぶれとかあるから、カットカットで編集できたら、編集できてなんかよかったらアップしたいと思います。なんだそれ。じゃあバイなら。